東京劇場は東京都中央区の一4-1に立地する東銀座陶劇ビル内の小地区、マルチプレックスシアターズが所有している映画館である。通称は陶劇、現在の定員は435人である。本校では現在の陶劇ビル以前の建物に存在した映画館、東京中央劇場及び銀座ニュース劇場、陶劇ーレスクルーム等についても扱う。 改築前の東京劇場初代東京劇場のコケラ落としに出演した15代目、市村宇左衛門と6代目、小野枝梅子、雪ぼやイリアーゼミジより、東京劇場は1930年3月に演劇場として開業。6代目、小野枝菊五郎と15代目、市村宇左衛門、6代目、小野枝梅子の3代役者がコケラ落とし工業を飾った。築地に、 ひときわ目立つ重厚な建物で知られ、歌舞伎や経営劇が上演されていた。歌舞伎座が東京大空襲で消防し、1951年に再建されるまでは東京の歌舞伎の中心だった。第二次世界大戦を目前とした1940年、前後に同劇場地下にニュース専門の映画館、銀座ニュース劇場、同5階に映画館、 東京中央劇場を開館する。終戦から5年後の1950年12月31日、東劇は演劇場から映画館に転身している。地下のニュース専門館は、戦後、東劇地下映画劇場に改称した後、1955年12月27日には、大英系統の風切り館、月地大英として、改めて開館している。同時期に5回には、 峠バーレスクルームが開かれ、ジプシーローズの出世舞台となった。1974年、両館はリニューアルを前提に閉館した。1975年高層ビルに改築され、現在では同ビルには小築本社が入っている。2020年で築45年を迎え、建物としては急劇場より長く使われていることになる。1970年代においては、 渋谷東急等とチェーンを組む洋画風切り館だったが、その後は独自で小規模のチェーンを構成する映画のチェーンマスターになったり、有楽町地域の小築東急系のムーブオーバーや拡大ロードショーに利用されていた。2008年7月に新宿ピカデリーが再オープンして以降はシネマ歌舞伎やメッドライブビューイングなどの小築配給のあず作品のメイン館となることが多い。 2011年3月1日、小畜は映画工業部門をシネマコンプレックス、ムービックスを運営する小畜、マルチプレックスシアターズに継承したため、同社の経営、運営に切り替わった。ただし、ムービックス系のシネコンと同様のサービスは行っていない。内は公開年1975年7月5日、オープニング作品はサンシャイン。 ありがとうございます。